史上最強クラスと言われ、鹿児島県に上陸した台風10号。自転車並みの速度で長時間かけて九州を横断し、福岡県、佐賀県にも少なからぬ影響を残しました。台風10号は午後3時現在、愛媛県松山市の西およそ40キロにあって、東北東に進み、あさって午後3時までには熱帯低気圧になる見通しです。佐賀県には昨日夜、福岡県には今日未明に最接近し、正午前に九州を抜けました。両県には台風と関連する可能性がある人的被害も出ています。お伝えしたように、福岡県では今朝、築上郡築上町の紀伊川で男性1人の遺体が見つかり、先ほど昨日夜に川の様子を見に行き、行方不明となった80代の男性と判明しました。また、宮古郡宮古町でも今日昼前、側溝内で死亡している女性が発見されました。警察で2人の死と台風との関連を調べています。一方、佐賀県では鹿島市の祐徳稲荷神社の参道で80代の男性が倒れているのが見つかり、その後死亡が確認されました。警察は台風による強風が原因で転倒した可能性も視野に調べています。このほか午後2時までに分かっているだけで福岡県で11人、佐賀県で5人の怪我が確認されています。